5年目のシーズン、オーダーを発表するぞ。1番センター、イチロー。2番セカンド、山田。3番ライト、鈴木。4番サード、岡本。5番ファースト、牧。6番レフト、細川。7番キャッチャー、木下。8番ショート、吉川。続いて投手陣。先発調子次第、上原。先発調子次第、平。先発調子次第、高橋。先発調子次第、小笠原。先発調子次第、根尾。先発調子次第、梅津。中継ぎビハインド、橋本。中継ぎビハインド、森。中継ぎビハインド、福田。中継ぎ接戦時、松山。中継ぎ接戦時、梅野。中継ぎ接戦時、清水。セットアッパー、モイネロ。クローザー、マルティネス。夏の国際大会メンバー。メジャーでは吉野部が招集か。大谷さん出てくれないか。うちの選手もしっかり選ばれたぜ。吉田もか。さあ決勝だぜ。決勝の相手はイスラエルか。イスラエル強くなったんだな。ミサイル打線だな。やめなさい。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ里崎さん、今日はどういうピッチングを期待されていますか？そうですね、やはり落ちるボールを有効に使えるかでしょうね。ただ変化球も続けると、先発は飛ぼうか。4番はうちの岡本だ。見立てに注意したいですね。なるほど、そうですね。世界一だー。ふん、余裕だったな。日本代表総打に圧倒だったぜ。監督は誰だ？一体誰なんですかね。みんなよく頑張ったぜ。喜びを分かち合っています。いや里崎さん、格の違いだな。 MVP は山本か。イチロー打率さすがだぜ。転生しても世界のイチローだな。イチローと岡本がうちからベストナインだな。チケットガチャの時間だー。今年もキャッチャーを取るぞ。いいキャッチャーいるかな。とりあえず星が多いやつを取ってやろう。まずはこいつだ。エイト剣よろしくだぜ。次はこいつだ。ギネスもよろしく。最後はこいつだ。一人でも正捕手になれる選手だといいけど。捕手リードいいか。守備重視で募集したけどどうかな。こいつもリードいいか。チャンスとソウルエースか。クビだ。リード F は無理だな。
今シーズンもこのお時間。今年の相手もホークスか。大勢にホークス今年もぶっ倒してやるぜー。福岡ソフトバンクホークスの一戦です。今日の解説は現役時代3度のリーグ優勝、そして日本一、ドラゴンズ黄金時代の絶対的エース川上憲伸さん、そして元ホークス監督の工藤公康さん、実況を三橋大輔でお伝えします。川上さん、この日本シリーズでの戦い方というのはどのようなところがポイントになりますか？そうですね、普段ね、なかなか同じリーグで戦うチーム同士じゃないですからね、なかなか選手を把握するのも難しいですし、あとね、球場の負けたー。死んだ戦ね。打てなかったな。となってしまいました。川上さん、ホームで迎えた大切な。さよならだー。決めたのは鈴木誠也か。神ってるでー。もっと余裕で勝て。一振りで決着をつけました。バンテリンドーム名古屋は大きまた負けた。情けない。これで対戦成績を2勝1やべー。お前ら全員破壊するぞ。お前たちいい加減に展開。対戦成績を3勝1敗としています。あぶねー。ギリギリで楽天勝利か。よく楽天したで。これで対戦成績を3勝これで役を受けたぜー。明日絶対に勝てよ。これで3勝3敗。次のゲーム日本一だー。日本一達成。補強ができてる割には日本シリーズ苦戦しまくりだな。なんか大勢にって感じのスコアにはならないよな。キャッチャーが悪いのか。どんでんみたいに全ての責任をキャッチャーになすりつけていく。とりあえずキャッチャーの補強は引き続き優先していくぞ。木下ももう年だしな。330 331 332 333 334。そして大歓声。今胴上げが終わって全選手がまずはスタンド。今年も100勝は達成ならず。巨人が100敗しそうだぞ。巨人どうしちゃったんや。防御率は2点台になったぜ。打率は下がったか。野手陣がたるんでやがるのか。MVP は岡本だ。打点王は取れなかったか。湯浅復活したか。パリーグは戸郷が MVP。 ベストナインはこんな感じだ。キャッチャー山本欲しいな。パリーグはこんな感じだ。やっぱりホークス勢か。ゴールデングラブ派3人か。パリーグはこんな感じだ。100打点は岡本だけか。牧があと1で100打点だったけどな。大正義らしい成績にはまだまだだな。20代がイチローしかいないのもな。上原は防御率いいのに負け多いな。打線の援護がない感じか。嫌われてるのか。こら
高橋と小笠原は防御率が悪いな。リリーフ陣はいい感じだな。もう少しで100だぜ。あと 1% か。あん？なんだ？おーナイス。選手の契約公開。億プレイヤーがたんまりいるぜ。金はいくらでもあるからな。希望年俸通り出してやる。ブラックなのにホワイト球団。会長に感謝するんだな。素晴らしい立浪会長。三好は首。外野は激戦区だからな。エイト剣も首。まあ仕方ないな。ヒルも首。キャッチャー F は無理だからな。ギネスも首。結局今年取った助っ人は全員首か。斉藤も首。能力は悪くないけどな。福永も首。出番ないからな。ダルビッシュは引退。ダルビッシュここまでか。エスコンに出没したらしいな。わろた。お前は国内スカウトにしてやろう。投手コーチは枠井がいるからな。ダルビッシュに姓を探してくるんだな。加藤も引退。今までありがとな。以上だ。ライアン引退か。ソンは普通に日本シリーズ投げてたな。伊藤は阪神か。梶谷また戻ってきて笑った。こいつフラフラしてやがるな。田島巨人か。大城が打撃コーチか。石川監督。小林。こいつもいろいろ渡り歩いてやがるな。川端楽天か。堂林は日ハム。サードラフトやでー。キャッチャーの転生出てこい。高卒も部署ごいな。大学ナンバーワンはさすがだぜ。久しだー。武田か。こいつはモイネロかマルティネスの後釜にいいかもな。確かに勝利の方程式の後釜もしっかりしておかないとだしな。天聖投手は武田だけか。野手でいい転生がいなかったら武田が1位指名だな。三好だー。カープのコーチの三好か。
正直能力は高くはないな。余裕で武田の方を指名だな。先生は二人だけか？武田と三好だけか。あん？こいつ弱すぎじゃねえか？思わずブラックも二度見。ドラフト1位は武田だ。武田久志人気ありそうだな。やっぱり結構競合してるな。7球団かよ。これは厳しそう。ちぃ、くそー。三好はまだ残ってるな。あいつは1位じゃなくても取れるだろう。確かに。ハズレ1位はこいつだ。打撃以外はかなり良さそうだな。オッケー。かぶらなかったな。三好残ったな。ドラフト2位は三好だ。天聖選手はなるべく確保したいからな。ドラフト3位はこいつ。大学準優勝投手か。以上だ。武田が取れなかったのは痛いな。特能が微妙だな。三振に盗塁とチャンスが F か。まあしっかり育つんだな。三好は守備はいいな。基礎能力は全然だな。鮫島はまあまあかな。球速速いな。武田やっぱりいい投手だな。変化球のレベルが高いな。帰国選手はなし。さあ FA だぜー。中継ぎはいらんな。大山本やんけ。こいつは絶対に取るぞ。保守リード C だしな。リリーフはいらん。ランクも高いしな。カープ投手陣結構抜けるのね。石井か。石井なら取ってもいいもんな。武田取れなかったしな。甲斐野も FA か。ホークスに戻るんだな。守備はかなり高いな。Cランクか。大佐藤も FA か。山本の保険でありだな。伊勢も FA か。伊勢 C ランクなのか。まずは山本からだな。年俸10億で契約してやろう。1億円プレイヤーでもなかったのに一気に10億円。これでうちに確実に来るなら安いものだ。ひえもう一人の B ランクは石井だ。石井もか。お前も10億で契約してやろう。2年契約だから合計20億やで。Cランクは保証いらねえからな。甲斐野以外全員取ってやる。大台整備補強来る。お前は年俸3億3400万だ。なんでや。次は伊勢だな。お前そんなに安いのかよ。お前も年俸3億3400万だ。だからなんでや。村林も取ってやろう。お前も年俸3億3400万だ。もう突っ込まねえぞ。これでよかろう。まあ本命は山本と石井だけどな。お前は次期勝利の方程式候補だ。来るよな。うちに来れば一気に年俸アップだぞ。
お前はうちの聖捕手として迎え入れてやろう。絶対に来るんだぞ。お前は山本の保険として取ってやろう。ありがたく思うんだな。お前は守備要員だな。さあ山本来い来い。石井来たぜ。当然だ。伊勢。伊勢も来たぜ。ふん。ドキドキ。ふわー。はぁ、10億でもダメなの？お前1億円プレイヤーでもなかったくせにマジかよ。誠意は金額ではなく言葉だったのかな。まあこいつでもよい。おいこらー。クソアロタ。まさかの佐藤まで、しかも二人ともセーブって。明らかにうちへの嫌がらせだな。キャッチャー二人という必要ないだろうしな。村林までー。なんだこいつら。金の力の大正義補強がうまくいかねえ。石井の保証は金銭だ。ざっと見ていくか。チケット税の契約切れ多いな。クビクビになったか。こいつリードしいか。でも年齢がな。平内首か。松原もか。まあうちには必要ないな。去年みたいなビッグ選手は首になってない感じだな。藤平か。まあ去年の菊池と坂本が異常だったからな。いらんな。ほんと山本補強できなかったのは痛いな。結局キャッチャー問題は解決せずか。セーブ覚えとけよ。買いのまで取ったのか。全力で潰してやるからな。ひえおダルビッシュ殿堂入りだぜ。ダルビッシュは金だぜ。こんな感じなのか。この辺はパワプロのペナントと同じだな。通算236勝だぜ。オーストラリアだ。FA では山本の補強に失敗したな。金でどうにもできねえとなると少し補強はしんどくなるかもな。続く。